日常生活で起こるトラブルの応急手当に欠かせない小さな相棒、救急絆創膏。その製作において傷の保護から、さらに素肌のような張り心地感を実現したある日本の最先端企業がある。時代の変化に合わせて考え方とかお客様の思考も変わるし、まあ、世の中のスピードもかなり違うので、そこは柔軟に対応していく必要はあるなと思ってます。世界に誇るジャパンブランド、その今と未来を探る。創業100年を超えるセロハンテープのトップメーカー日番。テープ製品やメディカル製品をコンシューマー向けと産業分野や病院医療施設向けに展開。日本国内をはじめアジアや中東、オセアニア、ヨーロッパなどの海外市場での展開を強化し、業界を牽引している。日番代表取締役社長高津俊明。弊社は絆創膏のメーカーということで、昔応急板という塩ビ素材のものを作っていました。当時の救急絆創膏にはある課題があった。張り心地感があまり良くないっていうことと、すっぽ抜けたりとか白くふやけてしまう、潜在的に不満としてユーザーの中にはあったのかな。その課題を解決すべく、日番は救急絆創膏の品質の改善を目指した。そして解決の鍵は素材にあった。九州福岡県朝倉郡筑前町、ここ日番メディカルで世界最高品質の救急絆創膏が製造されている。長年にわたる研究の末、ある微細な繊維にたどり着いた。これまでにない革新的な救急絆創膏を生んだ高密度ウレタン不織布。ウレタン不織布という素材に出会ったことがおそらく一つのターニングポイントで、今までのそのお客様が不具合と思っていたことをですね、解決する素材だったんじゃないかなと思います。そこから生まれたケアリーブ。この救急絆創膏は素肌のような張り心地感を生み、人々の生活を支えていく。救急絆創膏に初めて採用されたこの素材は伸縮性と透湿性に優れ、後の非塩化ビニール製救急絆創膏の先駆けとなった。さらに日番の工夫はこれだけにとどまらなかった。色の選定なんですけれども、実はこれカラーコンピューターでですね、200種類のベージュ色をですね、非常に細かい色分けをしてですね、その中から8種類に絞り込みました。一番よりこう人の肌に近い色を選定したというところになります。使う人の気持ちに寄り添ったケアリーブは、その品質が評価され売り上げを伸ばした。一度使うとその良さがちゃんとこう伝わるといいますか、フィット感ですとか、ふやけにくいとか、あと水仕事した時に剥がれにくいとか、その辺でやはり総合的にケアリーブの特徴が強くお客様に伝わっているということだと思います。開発者たちがケアリーブに込めた思いとは。名前の由来なんですけれども、木の葉をイメージして傷口を優しく包み込むような名前がいいだろうということで、ケアリーブっていう名前がついたと。自分が作っているっていうのを買ってくれる人がいるっていうのは嬉しいと思います。ユーザーの声に応え続ける日番、その次なる挑戦とは。日本ではかなり今認知度も上がってきて、ブランド力も上がってきているので、やはりこれをグローバルに広げて、世界の方々にケアリーブの良さを知ってもらいたい。素材にこだわり、人にこだわる。日本のものづくりへの情熱は今世界に向かって飛躍を始めている。世界に誇るジャパンブランドの挑戦は続く。